はい、おはようございます。エフラン大学生ボットモザイクです。今日はですね、また大学関係のニュースなんですけれども、大学のキャンパスを爆破するなどとメールをしたことによって、在学中の大学生が逮捕されました。威力業務妨害の疑いということなんですけども、そうですね、もちろんこれって、容疑者の段階なので、まだ完全にね、100%この人が罪を犯したかどうかっていうのはまだわからない段階ではあるんですけれども、今回この人が、罪を犯してるっていうちょっと前提をね、で話させていただくんですけれども、愛知学院大学っていう、東海地方のでいうところに一等駒線みたいな感じに、相合い命中っていう、相合い命中とか南相命中っていう大学院があって、で、なんで相合い命中、南相命中って分かれるかっていうと、南山っていう大学は、その東海の中でもやはり頭一つ抜けてる、関西でいうところの同志社みたいな大学なんで、それを一緒の大学院にするかどうか論争っていうのがあるんですね。でもどっちにしろ、例えば、相合い命中だと、この愛知学院大学っていうのが入ってくるんですよ。相合だと、その愛知大学、愛知学院大学、名城大学、中京大学なんですよね。なので、南山が、南山入れるかどうかはありますけど、南山を含めない方の大学群っていうのも結構有名なんで、その点で言うと、やっぱりその、愛知とか、東海地方でいうところの日東駒線みたいな、そういうレベル帯の大学なんですね。で、その大学に通ってる3年生の方が、爆破予告をしたと。で、これを見、なんだろ、このニュース、僕見た時に思ったのが、やっぱ結構若手 TV とかの影響で、私立大学バカにする人が多いんで、どうせまたこれも別にエフランじゃないのに、いやこいつエフランだからとか、普通どうせ国立大学とか東大じゃなくてこの愛知の私立大学だからとか、そういうやつがね、湧くかなみたいな。実際うちの母親とかもね、こういうニュース見たら、早稲田とか慶応じゃなくてこの人頭悪いからやってんじゃんとか言うから、そういうのはまず違うよっていう。全然違いますよと。そのエフランだってあなたが思うのは単にあなたがその大学の知識がないだけで、そのエフランっていうのはまずやめましょうと。で、あと大学のね、犯罪者っていうのは別に早稲田でもスーパーフリー事件もありました。その偏差値の差で、処理能力の差はあるかもしれないんですけど、別に犯罪を犯すかどうかっていうのは別にどの大学にも犯罪を犯す人はいます。なんで関係ないです。で、次なんですけど、僕はちょっと気になったのが、この方ね、一回その名前がね、ちょっと僕は漢字弱者でエフランなんで読めなかったんですけど、清田王子っていうらしいんですよ。なかなか珍しい名前ですよね。で、特に名字もそうなんですけど、名前ですよね。桜に覚まれて書いて王子っていう読むんですよ。これはやはり俗に言うキラキラネームなんですよ。なんで、やっぱり結局この犯罪を犯すかどうか、だから結構犯罪者の人にキラキラネームが多かったりだとか、そういったその、なんていうんですかね、児童相談所とか、あと、ちょっとお金がね、ない貧しい子たちが集まるような、そういったそのコミュニティに、キラキラネームの人が多いとか、そういう結構問題になるんですよ。やはり、だから今回も、この清田王子容疑者の自己責任の部分っていうのはもちろんあるとは思うんですけど、やはり親ガチャで結構人生決まっちゃうんじゃないかなっていうふうに考えさせられて、やっぱりまた親ガチャか、みたいな。で、しかもね、僕は別にこの愛知学院大学素晴らしい大学だと思うし、僕は仮に受けたとしたら、合格してないんで、馬鹿にできる立場ではないんですけど、なんていうんですか、結構そのネットで、そんなすごい評価高くない私立大学に通うキラキラネームの学生が、犯罪を犯したみたいな。犯罪って言っても、馬鹿予告ですよね。それを聞いたときに、やっぱり結局、メリットクラシーというか、親ガチャがでかいのかなみたいな。もちろんね、もちろん、いやいやいやと、モザイク違うよって言って。どんなに恵まれない家庭に生まれても、頑張って叩き上げで、東大に受かって経営者やってる人いるよみたいな、そういう話は、それはあるんですけど、それは例外なんですよ。例外で、やはり、こういうその生まれた時点の不利、あの、有利不利の問題っていうのは、本人が覆そうにしても、覆せる場合もあるけど、基本的には結構覆せないみたいな。なんならでも、かといってでも、お金持ちに生まれてからといってでも人生が明るいわけでもないっていう、本当にだから地獄だなっていうのを、ひしひしと。だって、大企業の役員の息子に生まれても、息子はバカで、愛知学院だから入れないですよ。エフランなんで、偏差37なんで、結局どうやっても地獄なのかなっていうふうに思いますね。ということで、皆さんもね、親ガチャもう引き終わっちゃったんで、もうあがくしかない。で、ちょっと頑張ってください。はい、小学1年生みたいなことしか言えなくて申し訳ないんですけど、お疲れ様でした。ではまた。